難民申請は不認定となりました。埼玉で暮らすクルド人の高校生、ずっとこの日常が続くと思ってた。大丈夫だよね、ここにいられるよね。推薦ダメになったんですか。ねえパパ、なんで帰ってこないの。本当は東京に来ちゃダメなの。しょうがないよ。しょうがなくなんかないよ。目を閉じて、今何が思い浮かぶ？美味しい。マイスモールランド。クルドの挨拶。こんにちはとさようなら。